皆さん、こんにちは。今回はファミコンの RPG ゲーム、桃太郎伝説をプレイしたいと思います。あー桃伝な、知ってるぜ。電車で日本を縦断するボードゲームだろ。伝の字が違うね。こっちは桃伝だよ。このゲームが先にあって、桃太郎伝説が出たんだ。発売時期的にはドラクエ3の少し前か。桃太郎伝説の佐久間明さんと、ドラクエの堀井雄二さんという二人の制作者は、互いに親交があるそうなので、ドラクエとの違いに関しても注目していきたいね。それでは、早速始めていきましょう。名前の通り昔話の桃太郎をモチーフにしているので、導入部も同じ。まるでアドベンチャーゲームじゃないか。このゲームの少し前に、任天堂から新、鬼ヶ島というアドベンチャーゲームが出たね。同じ年に桃太郎を題材にしたファミコンソフトが日本も出てたとは。ブームだったのか。あ、もろだし。野球道具やケーキのようなものが見えるな。ここら辺からオリジナリティが出てくるね。6歳になった途端いきなり鬼退治を決意か。おじいさんは72歳で、おばあさんは68歳とのこと。百両ときび団子、そして勇気を胸に桃太郎は旅立つのであった。日本中で鬼が暴れ回って人々を苦しめているから、それを退治しに行くわけだ。マップがまんまドラクエだな。6歳という年齢の概念があったり、レベルなどの表記は独特だけどね。しかし、実家と村の配置がまるでラダトームの城と町じゃないか。ここが、旅立ちの村。文字通り最初の村だよ。このゲームの特徴として、現実で2時間経つごとに桃太郎の年齢が1歳増えるんだ。え、じゃあ老衰で死んだりするのか。能力などには影響がなく、今でいうタイムアタック的な遊びに使うのを想定していたみたいだね。ハドソンはキャラバンもあるし、競技的なものに目を向けていたわけか。刀も買ったので、西にあるおむすびコロリンのホラー穴を探そう。おむすびコロリンというと、昔話つながりか。このゲームには昔話をモチーフにしたパロディ要素がたくさんあるよ。お、初めての戦闘だな。いかにもな感じの赤鬼が出てきたぞ。戦闘システムはオーソドックスなタイプで、1対1。上のステータスも独特だな。ドラクエで言うとこんな感じかな。敵を懲らしめると、経験値である心とお金が手に入る。敵を懲らしめるという表現にこだわったそうで、敵を死なせたりしない優しい世界だよ。レベルを上げて、旅立ちの村の南へ。お地蔵さんが見えるな。金太郎の村にある仏のお鉢の情報。金太郎はいいが、仏のお鉢とは。それは、今目指しているおむすびコロリンのホラー穴で判明するよ。ちゃんとおにぎりを用意しておいてね。おにぎりを転がせとな。このゲームにはいくつか食べ物アイテムがあるんだけど、回復は食べるコマンドで、使うコマンドだと地面に転がすよ。ホラー穴発見か。中は恐ろしげな BGM のダンジョンになっている。ただし、ここは敵が出ないんだけどね。階段を降りた地下2階の奥には、ネズミが、転がしたおにぎりのお礼にネズミが情報をくれるようだが、かぐや姫も鬼退治のために5つの宝物を集めていてその1つが、さっき出た仏のお鉢。じゃあ、当面の旅の目的は5つの宝物を探すことになるわけだな。宝をかぐや姫に持っていくと、鬼が島に行けるみたいだね。最初の町の近く、敵がいない、奥に旅の目的。次に、旅立ちの村の北にある一角仙人の寄りへ。各地にある仙人の元で修行をすると、術を覚えることができるんだ。ほう。では、レベルアップでは覚えないのか。うん、仙人から伝授されるもののみだよ。一角仙人の修行はオーソドックスな打ち合い。4段だから勝てると思うけど、実は初期状態でも運がいいと勝つことができるよ。実は私はこのゲームが初めてやった RPG で、当時は RPG の遊び方を知らなかったんだ。なので、段の上げ方もわからず初期状態のまま何度も一角仙人を倒してた。ドラクエ1でも、子供たちに RPG というものを教えるのに開発者は苦労したらしいな。修行を終えて、金丹の術を教えてもらったよ。これはホイミみたいな回復。これで遠出ができるな。旅立ちの村から北にあるという、花坂の村に行こう。大量のつづらにおにぎりが入ってたな。大地の仙人の寄りが見える。早くも次の術か。昔のゲームでよくある、先をちらっと見せてるだけだよ。こういうのはワクワクするね。福の神だと、神様も敵で出るのか。このキャラのモデルは、桃伝の生みの親である佐久間明さん。他にも絵のんこと榎本和夫さんをモデルにした、有名な貧乏神もいるよ。いろんなシリーズに出てるキャラの原点か。このあたりの敵としては、他にもこんなのが、週刊少年ジャンプの編集者として有名な、鳥島和彦さんをモデルにした天の尺。言われてみれば、ドクターマシリトに似てるな。漫画の担当者だけに、攻撃陣に一発。
って言ってるのが面白いね。ギャグみたいな敵の地帯を越えて着いたのが、花坂の村。花坂じいさんの話か。だが、枯れ木ばかりのようだが。BGM も怖いし。ちなみに、このゲームの音楽はサザンオールスターズの関口和幸さんが作曲しているよ。この村は、銀の鬼に支配されていて桜も枯れてしまったようだ。なるほど、ザワールドのパロディーを言うお地蔵さんの近くに犬が。この犬がポチの血を引いた勇敢な犬だけど、現在は銀の鬼に捕らえられている。この家は花坂じいさんの家だから、飼い犬なんだな。装備を整えてから助け出してあげよう。このゲームはお金がなかなか手に入らなくて、装備を整えるのも一苦労だよ。花坂じいさんだ。正体表すの早すぎだろ。これでも食らえ。こいつがなかなか強敵でね、当時やってた時はどうしても倒せなかったんだ。最初のボスだろ、何が強いんだ。さっきも言ったように、弾というものを理解していないから敵から逃げ回っていて、運よくたどり着いたこの村で、一弾のまま銀の鬼と戦って負けた。というのがこのゲームの思い出だよ。初期レベルで挑んでたのか。自力ではここまでしか来れなかったけど、大義林という裏技の本に載ってた最強パスワードで、何度も遊んでるうちに、エンディングだけは見れた。思いっきり遊び方間違ってるな、それ。そもそも RPG が初だし、ダンダの心だのって何って状態だったからね。後に RPG を理解してから一応クリアはしたけど、なかなか厳しいゲームだった。高画者の弾という回復アイテムで遅延行為をしてくるので、カット。消えてる、随分あっさりした演出だ。お、桜が満開になった。花坂じいさんはいないけどね。先ほど見えた大地の仙人のいおりが西にある。次の目標はそこにしよう。墓地の地を引く犬を仲間にするのを忘れずにな。桃太郎らしく、お腰につけたきび団子をあげて仲間にするんだ。おばあさんにもらったのをあげよう。お供が増えると桃太郎の能力が上がるんだな。他の仲間を探す能力もあるよ。またもやレベル上げの後、花坂村の西にある大地の仙人のいおりへ。大地の仙人は六角の術を使ってくること以外は、普通の戦闘だよ。六角の術はどんな効果なんだ？必中のクリティカル攻撃という感じかな。武器の鋭さが増す術か。この戦闘だと固定で15ダメージだから、結構痛いよ。さあ、六角の術を覚えたけど、技の最大値の 25% を使用するので使いどころが難しい。レベルが上がるほど使用技数が増えるわけか。続いて花坂の村人に教えてもらった情報を頼りに、金太郎の村を目指すよ。出たー、ボスが格下げされて普通の雑魚として出てくるやつー。ありがちだね。金太郎の村に到着。この村の住人はお祭りが大好きなんだけど、祭り用の矢倉太鼓を金太郎に盗まれてしまい、返して欲しければ相撲勝負をしろ、と金太郎は言っているみたいだね。え？足柄山で熊と相撲をしていたという、あの金太郎に人間が勝てるのかい？金太郎の村は足柄山の麓にあるようだね。上の方に山が見えるから、急いで行ってみよう。お、いきなり山に入って金太郎と対面だ。もちろん、相撲をしますよ。うわ？無駄に連射を要求するゲームか。ハドソンだけに、16連射を要求してきたりしないだろうね。って、あれ、連射機もなしに余裕なんだけど。あ、金太郎は偽物だったのか。銀の鬼の後は金の鬼。さっき教わった六角の術を使おう。使用技数は10ポイントか。あと2回は打てる計算だね。相手もなかなかいいダメージを出してくるが、もう一発。あれ？弱、メッキだったか。矢倉太鼓ゲット。早速下山して、太鼓を返そう。宝物の一つ、仏のお鉢来たー。残る宝は4つ？いきなり祭りじゃあ。宝物の欄にちゃんと仏のお鉢があるね。あと、気づいたら7歳になってた。
次の目標は、宿屋で聞いた死海戦の狩猟にしよう。岩を砕く術とはすごそうだ。早速、金太郎の村の遥か南東へ。読み方が難しい死海戦。死んだ人間が離れた土地で仙人になったものが死海らしい。ハドソンのジョイカードマーク2の宣伝をしていく。もちろん私は持っていないので、手動で108回 A ボタンを連打するよ。効果音が気持ちいいな。このゲームは音楽もいいわ。連射器を検出して無効反省にするゲームがたまにあるけど、どうやってるんだろうな。このゲームは連射器を使うと怒られるんだろうか。は。岩をついて割ったんじゃなくて、稲妻かい。でも、便利そうだな。次は金太郎の村の茶店で手に入れた、向かいの島から聞こえる鳴き声を調べに行こう。向かいの島というだけあって、すぐそこに見えるな。ダンジョンがあるけどね。階段を降りると、早速岩が行く手を塞いでいる。稲妻の術の出番か。技消費音がちょっと痛いね。地下1階に上がる階段だ。は。つづら取りに行ったら、強制的に階段を降りさせられるじゃん。どんな設計してんの？これはひどい。さて、ようやく地上への階段かな。で、また右側を探索するには上り下りしなきゃならないの。これはもはや意図的なんだろうな。気を取り直して、ようやく向かいの島に着いたかと思ったらまだ続きがあった。続いて、奥のホラー穴へ。エンカウント率が高くて消耗させられるのが辛い。赤いのは溶岩か。鬼に殺された人々の血でできた、血の池だよ。ひえー。優しい世界じゃなかったのかよ。血の池は踏むと、なんと20ダメージも食らうから岩を壊した方が技消費はお得だよ。お得と改善に気持ち悪くて踏みたくないわ。ここで、キメラの翼的なアイテムである羽衣を入手。最後にパスワードを聞いた村まで瞬間移動できるよ。この頃のドラクエもそんな効果だったな。戦闘を終えて階段を登ると、ここの町田が金太郎の村だったな。ということは、ここが向かいの島。おお、キジが来た。キジはケンケンという特徴的な鳴き声らしいね。キビ団子を持ってない場合は、貝に戻ってやり直しだよ。ひどすぎる。桃太郎の能力アップは嬉しい。宝を探す能力も嬉しいだろ。あ、それは結構です。なんでだ、いわゆる宝箱は、このゲームではつづら。つまり、キジの能力ではダンジョンのつづらは探せない。え？じゃあ、何を探せるの？クリアに必要なかぐや姫の5つの宝物だよ。しかも、1つはもう持ってるよね。じゃあ、最高でもあと4回しか使う機会のない能力ってことかよ。それに、仏の8で分かったと思うけど、宝物の情報は村とかで普通に手に入るからね。確かにそれは微妙だな。あと、宿屋の鶏の鳴き声がいいな。実は、もっと微妙な能力があるんだけどね。それが、こちら。キジの近くで犬に命令をした時の様子。犬の能力は確か、近くにいる仲間を探すんだったか。あ、その通り、犬以外のお供は2匹しかいないから、2回しか使わない能力なんだよ。仲間が近くにいるかいないか大雑把にいるだけってのも微妙だな。あと、祭りの BGM はいいな。でも、お供は戦闘ではものすごく強いよ。ほう。大満の戦闘ではなかったのかね。お供がいると、たまーに攻撃をしてくれるんだ。犬が噛みついて8ポイントのダメージ。続いて桃太郎の攻撃。さ、3ポイント。ね、たまにしか攻撃しないけど、超強いでしょ。桃太郎が弱すぎるだけだろ。どうなってるんだよ、このゲームは。では、そろそろまとめに入ろうか。かぐや姫が必要としている5つの宝物を探さないといけないことが分かり、1つは手に入れた。その過程で、早くも2匹のお供を助けることができた。術も3つも覚えたし、案外クリアは早そうだな。レベル上げ作業を見てなければそう感じるだろうね。次回は、浦島の村を目指すところから再開しようと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。